私の名はメガネ。かつては友引高校に通う平凡な一高校生であり、退屈な日常と戦い続ける下駄履きの生活者であった。だがあの夜、ハリアーのコックピットから目撃したあの衝撃の光景が私の運命を大きく変えてしまった。ハリアーでアタルの家に強行着陸したその翌日から、世界はまるで開き直ったかのごとくその装いを変えてしまったのだ。いつもと同じ街、いつもと同じ角店、いつもと同じ公園だが、何かが違う。路上からは行き来する車の影が消え、建て売り住宅の庭先にピアノの音も途絶え、牛丼屋のカウンターで慌ただしく食事をする人の姿もない。この街に、いやこの世界に、我々だけを残し、あの懐かしい人々は突然その姿を消してしまったのだ。数日を経ずして、後輩という名の時が駆け抜けていった。かくも静かな、かくもあっけない週末を一体誰が予想し得たであろう。人類が過去数千年にわたり永遠として築いてきた文明とともに、西暦は終わった。しかし残された我々にとって、週末は新たなる始まりに過ぎない。世界が終わりを告げたその日から、我々の生き延びるための戦いの日々が始まったのである。奇妙なことに、アタルの家近くのコンビニエンスストアは、押し寄せる荒廃をものともせずにその融資をとどめ、食料品、日用雑貨等の豊富なストックを誇っていた。そしてさらに奇妙なことに、アタルの家には電気もガスも水道も依然として供給され続け、驚くべきことに新聞すら配達されてくるのである。当然我々は人類の存続という大義名分のもとに、アタルの家をその生活の拠点と定めた。しかしなぜか桜先生は早々と牛丼屋原玉をオープンして自活を宣言。続いて龍之介親子、学校後に浜茶屋をオープン。そして面堂は、日がない一日戦車を乗り回し、おそらく欲求不満の解消であろう、時折発砲を繰り返している。何が不満なのか知らんが、実に可愛くない。あの運命の夜からどれほどの歳月が流れたのか。しかし今、我々が築きつつあるこの世界に時計もカレンダーも無用だ。我々は衣食住を保障されたサバイバルを生き抜き、かつていかなる先達たちも実現し得なかった地上の楽園を、あの永遠のシャングリラを実現するだろう。ああ、選ばれし者の恍惚と不安、共に我にあり。人類の未来がひとえに我々の創建にかかってあることを認識するとき、めまいにも似た感動を禁じ得ない。あれ、どうしたメガネ。あ、密射病だろ。だから帽子かぶれって言ってんのによ。うん、メガネ帳、友引全史第1巻、週末を超えて、序説第3章より抜粋。